どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。シリュウインソラです。さあ本日なんですが、ソラくんの最強デッキ、ファーニマルデストーイですね、組んできたのでご紹介していこうかなと、思います。まず何が何枚あるかっていうのを先にご説明いたしまして、でその後にデッキの動かし方をまあ軽く解説して対戦に行くという流れでいきたいなと思います。はい。で、ファイマーキャットが、1、ウィング2、オクト1、オール1、チープ1で、エッチンプシザーが1で、ベアが3、サイズが3、ドック1、チェーンが3、ペンギン3、ドルフィン1、ハネボキ1、融合3、デストイフュージョン1、愚かな服装が3、それからデストイパッチワーク最強カードですね、これが、はい、これが3枚で、ライストが3、リペアが1、トイポットが3、超融合が2という感じですね。メインデッキは以上で、エクストラデッキは沼地のドラゴン、デストイシザウルフで、デストイシザタイガーが2、それからサーベルタイガーが、1、ベノムスターベノムが、1、ハーケンクラーケンが1、ドラゴスタペリアが1、デストイクロイルホイールが3、それから持ち帰る1、バハムトシャークが1で、 VFD が1、それから、ベルテアナコンダが1という感じになっております。で、メインデッキと、まあ、エクストラデッキ見ていただくと分かると、意外と UR が少ないと思うんですよ、他のデッキと比べると。だから結構安くね、組めるんじゃないかなというふうに思ってまして、で、先行では何を狙っていくかというと、先行ではまあ VFD が立てられれば VFD を立てていきます。こっちはレベル9なんですよ。デストイクルエルホエールとか、これがレベル9なんで、これを2体並べられれば、レベル9が2体並んで VFD っていうのが言えるんで、まあこの辺を狙っていく、まあ狙えればね、はい、まあ、ちょっと難しいですけどね、ハンド要求値的には。はい、そんなには出ないですけど、デストイクルエルホエールが、まあ、2体並ぶことは結構あるんで、まあ初手じゃなくても、まあ高校のメインフェーズ2とかぐらいからだったら全然出していける感じになりますね。先行だとちょっと余裕が高いですね。はい。で、一番ね、お手軽な制圧がね、バハシャ持ちができるんですよ、このデッキ。どうやってやっていくかっていうと、まあ、このトイズポットが墓地へ送られると、ファーニマルモンスター持ってこれるんで、この辺をなんか墓地へ送れればいいんですけど、ファーニマルペンギンと、ドルフィンがもう水属性でレベル4なんですよね。で、ファーニマルペンギンが、ペンギン以外のファーニマルモンスター特殊ができるんで、これで、ドルフィンとかを特殊ができると、バハシャが出せるんで、バハシャ持ちが一応できると。持ち帰るはね、今更説明することないのかもしれないですけど、一旦に一度相手が魔法トラップモンスターの効果を発動した時に、自身をね、まあ、自身じゃなくてもいいんだけど、水属をリリースすると、まあ、発動無効にして破壊したカードをピッチのフィールドにセットできるよっていう効果を持ってるんで、まあ、これ最強です。はい、これ最強でですね、高校は何するかっていうと、もうとにかく融合連打。まあ、基本的に高校を取っていくデッキなんで、ファーニマルっていうのは融合連打してワンキルするんで、まあ、だからライトニングストームとか3枚入ってるんですけど、ね、正直なんか何個かの2枚ぐらいの手札誘発であれば貫通できます。そのくらい手数が多いです、ファーニマルは。結構、まあ、割とデストイクルエルホエールからなんかそのトイポット墓地遅れて、で、破壊してね、こいつスクラップドラゴンのここ持ってるんだけど、こいつでトイポットを破壊してなんかバンバン割っていったりとかもできますし、そもそもこのデストイパッチワークっていうカードが書いてることおかしくて、デッキから融合とエッチンプモンスター1枚持ってくれるよっていう、なんかその1枚か2枚になるよみたいなこと書いてあるんで、これで、まあ、融合を持ってきてエッチンプ持ってきたりとかもできますし、あとエッチンプチェーンがそもそもデストイカード持ってくれるんで、これ持ってこれますし、ファーニマルウィングっていうカードが、これまあ、簡単に言うと強欲なツボできるよっていう、強欲なツボ以上か、なんか1枚で3枚ぐらいドローできるカードなんですよね、簡単に言うと。まあ、ちょっと動かし方は対戦動画見ていただければと思うんですけども、これができるんで、この辺でドローめっちゃ加速できるから、ただの融合デッキなんですけど、めちゃくちゃアドバンテージ回復できるし、すげえバックアド稼げるんですよ。だから、ね、手数が多いのがいいところで、融合モンスターは、これが、融合さえの数だけ相手のカードを破壊できるよっていうカードだし、こいつは融合モンスターを蘇生できるよっていう効果で打点アップ効果持ってるし、ちなみにこいつも打点効果、打点アップ効果持ってるんだけど、これとか、あとデストイクハーケンクラーケンね、これはフィールドのモンスターを、墓地に送るよっていう効果なんですよ。これめっちゃ強くて、破壊耐性とかあるモンスターも墓地送れるんで、これめっちゃ強いです。でこの辺のモンスターで除去をしながら、まあ高校だったらね、融合をしていくっていう、そういうねデッキになってます。動かし方はぜひ対戦をご覧いただきながら、ご理解いただければと思うんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。先行はくれてやろう。シリュウイン、そらなめんなよマジで。サイズ来てるのいいね、サイズ来てるのいいね。
暴走魔法陣、あ、召喚獣、暴走魔法陣めんどくさいな。エッチープサイズくん、ちょっとどっかに投げよう。これどうせ手札にあったところで意味ないんですよね。モンスター出したいのでまあちょっとサイズくん投げるしかないから。アレイサはいいよ、アレイサはいいで、アレイサの効果発動もいい、闘争で、アレイサここ打っても意味ないしな、どっちにしても意味ない。どっから出しましょう。でデストイリペア、あーこれ割った方がいいのかな。まあ効果発動しないまでだけど、まあいいや。暴走魔法陣ちょっとめんどくさいので割っときましょうか。あれなんですよね、あの融合召喚に成功した場合、なんかその効果相手発動することできないっていうのがありまして、召喚成功時、融合モンスターの召喚成功時に。なんで、まあ、ここはファニマルウィングとサイズで融合していきましょう。あらわら出ちゃえ、デソイクルーエルホイール。さあクルーエルホイールが融合召喚成功した場合の効果発動を、スクラップドラゴン選んで、スクラップドラゴンみたいな方が持ってます。はい、お互いのカード1枚ずつ選んで破壊するよっていうスクラップドラゴンみたいな効果を持っている。でホエール効果で、デストイリペアをさらに落としていく。こいつはね、フリーチェーンで打点が上がるよっていう効果を持ってます。デストイカードをくれば墓地にエクストラからか、もしくはデッキからで暴走魔法陣破壊する。でサイズ効果でこれあれです、復活の福音とかと同じような感じで、あれですわ、破壊耐性がありますよっていう機械天使の儀式とかみたいな感じ、うん、で召喚魔術効果いいよ、召喚魔術効果、まあ、メルカバーかなんか出てくるのかな。ちょめんどくさいですね非常にあウィング光やった、ウィング光やった、めんど、ちょお前人のモンスターパクって融合するのやめろマジで、俺の墓地リソースがマジか、これあれだな、これ後打ち正解やったか、これ完全にミスったか、これメルカバーくん、人のモンスターばかの良くないよ、増援、はい、ミスった完全に。うわー戦闘機も入ってる、戦闘機召喚獣とかいう激ヤバデッキだ、エンドオッケー、まあ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 、そんぐらい許してさせていきましょう。ドロー、あオロフクね、なるほど、まあ一旦オロフク打とうか。でオロフク止めるかな、これデストリペアだもんな、愚かな服装発動、愚かな服装の効果によって、デッキから墓地にトイポットを送るよと。でトイポット墓地を送られた場合の効果を発動するよ。ファーニマルかエッチインプシザーを持ってこれる、何持ってこようかな、まあ、ペンギンか、ペンギンじゃない間違えた、イルカか、イルカくせえなこれさすがに。でも融合できればいいから、ペンギンでもいいな。いやでもさすがにまあウイング落としたい、ツードローしに行きたいんで、ちょっと一回イルカで、一旦イルカしましょう。で、まあ、イルカ召喚で効果通りますかと、イルカ効果止めますかと、まあ、イルカ効果は止めあんま止めない気がするけど、まあいいや。でイルカ効果発動しますけどいいですか、墓地のトイポットをフィールド上にセットするよっていう効果ですけどいいですか。それでそのセットした後にデッキからファーニマル送りますけどいいですか。よし通った、トイポットセットで墓地を送るカードはもちろんファーニマルウィングで、トイポット効果、トイポット効果で、ファーニマルを、まあ、手札を1枚墓地を送るとデッキトップ見てファーニマルだったら特殊ができるよ、エッチインプか、はい、ほい、でこれでファーニマルコストいったんでこれ大丈夫ですね。あとはライトニングストームいらねえ今さらいらねえ。で、ファーニマルウィング効果発動しますけどいいですか、めちゃくちゃドローしますけどいいですか、なんか許してくれる、許してはいただける、これ許していただくとやばいこときますね。あー最強カードを引いてしまった可能性すらある。で、トイポット効果でまた持ってくるよ、大丈夫かな、アドバンテージめちゃくちゃ稼ぐよ、君は何もできずに死んでいく可能性があるよいや属性同じだね、属性同じだね、種族が違って属性が同じだね、甘えだね相手完全に。これはペンギンかな、まあ、アドバンテージ一番稼ぎそうなんでこのペンギンですかね、まあ、ペンギンでしょう、ペンギン持ってきて、でほんでですね、
旦分からせムーブしていくか。もう向こうにモンスター効果向こうにしてくる可能性あるんで全然。はい、では手札よりマジックカード発動させてもらうけどいいか。ユウヤじゃねえや、ユウリ君の最強カードを発動させてもらうがいいか。こいつのさ召喚条件でさ、同じ属性で指導が異なるモンスターかける2、強い。強い。手札よりマジックカード超融合発動、速攻魔法超融合発動、手札を打ち合い墓地の送り、フィールド上のモンスターで融合召喚を行う。この効果に対し相手はカードの効果を遅延できない。さらばだお前ら、消え失せろ、俺の前から現れろ沼地のドラゴン。お前のモンスターは俺のもの、俺のものも俺のものだ。おい伸びた、お前のモンスターいただくぜ。ジャイアンのモノマネも決まったところでバチコリド、チンプチェーンと、それから、チンプ、いや融合を手札に加えていく。そしてこれは何ですか。あ、それは別にいらないですね。融合発動して融合発動、融合発動し手札のチンプチェーンと、手札のファーニマルペンギンで融合召喚。これはこっちか、まあ、VFD 出るかもしれないじゃん。 VFD が出るこれ持ち帰ると VFD 出るのマジで。エッチンプチェーンとペンギンで融合していきましょう。で融合召喚現れ、出ちゃえデストイクルエルホエール。そして、チェーン1ペンギンの効果で、チェーン2でエッチンプチェーンの効果、エッチンプチェーンの効果でレストーイカードを1枚手札に加えることができる。でこれでパッチワークさっき使っちゃったので、レストーイフュージョンを持ってくるな。レストーイフュージョンを持ってきて、で、ペンギンの効果で2枚ドロー1枚して、はい最強です。あーもういらないな、ライトニングストームとか何枚も来すぎなんだよね。で墓地のレストーイリペアの効果発動して、でペンギンを特殊召喚していく。でちなみにこれ水属性なんですよ、ペンギンちゃんとイルカちゃん水属性で、これどういうことが起きるかっていうと、こういうことが起きますこういうことが起きたんですよ。はいはい、バハムトシャークで、バハムトシャークはオーバーレイユニットを1つ使うと、でエクストラデッキからランク3以下の水属性モンスターを特殊召喚できるんですよね。でこれでモンスター効果を完全無効にする、モンスター効果魔法トラップカード完全無効にする、持ち帰るとかヤバすぎるモンスターを出して、でこれでクリボールカイドロイドもケアしていくといったところ、融合していいですかね。はい、デストロイフュージョン発動、デストロイフュージョンは、墓地の、モンスターを除外して、まあ、ミラクルフュージョンですね、ミラクルフュージョンです。はい、現れ出ちゃえ、自由を奪い闇に引き込む海の悪魔デストロイハーケンクラーケン融合召喚。こいつは攻撃系を2回することができるぜ、バトルフェイズ中に。ちなみに相手のモンスターは墓地の来るっていうヤバすぎる状況を持っている。はい、とりあえずこっちから攻撃で、そして持ち帰るでダイレクト、そしてアーケンクラーケンでダイレクトアタック、いけクジラちゃんハイドロポンプ、ブーボこの手数ですよ皆さん。ちなみにこの後、VFD も出ます、最強です。先行はくれてやろう。あ、ちなみにこのデッキ一応ね、高校デッキなんですよ基本的には。なんで基本的に高校デッキで高校からまくっていくような感じなんで、まあ、一応先行でもねやることはあるんですよ一応ね。まあサーチがいくつか入ればっていう感じなんですけども、持ち帰りを立てたりとか、あと VFD が一応出ることもあるんですけど、クルエルホイールを2回出せるハンドであれば、ね、はい、まあこのデストイパッチワークとかがあれば、まあ、なんとかなるんですけど、クルエルホエルの、破壊する効果が使えなくて、なんかトイポットを叩き割ったりとかできないんで、まあ、その辺がちょっと若干あれですけどね、まあ、ただクルエルホエルを2回出せるハンドであれば、融合を2回できるねハンドであれば、一応 VFD が出るっていうことだけ言っておきます。はい、エフェクトベイラー結構強引に変化していくな。ほう、なるほど、警官の魔術師、なるほどね、まあ、とりあえずなんかよくわかんないけど魔術師のなんかヤバそうなモンスターがいっぱい出てきた。ヘビーメタルフォーゼエレクトラムヤバい、
それはやばい、それはやばい。そいつは確かリミット1制限カードのはずだ。あいつが確か一番めちゃくちゃ強いやつ、アストログラフマジシャンがなんかあのぶっ破したことによって出てくるっていう動きだけは知ってる。はい。で、ペンデラムゾーンのカードを破壊しながらヘビーメタルポーゼの効果で、そいつをなんか回収しながらなんかアストログラフマジシャンが破壊されたからなんか出てくるみたいなね。はい。なんか効果で自分のカードがフィールド上で、戦闘効果が破壊されたらアストログラフがなんかポン出しできて、はい、これが単一制限ないとかいうのがヤバすぎる効果だった気がする。でそれを、さらにで、サーチか、なるほど、はいはいはい、サーチの方ね、はい、了解。時空のペンデラムグラフ、マジでわからん、何が起きてる今マジでわかんねえ、マジわかんねえ。あ、覇王剣竜だ、ダークブルーム。これね、昔僕あのドラゴンリンク組んだ時にはね入れてましたね。普通にあの墓地からあの何の条件もなく特殊ができるんですよ、簡単に。だ竜の霊廟でポンと落として特殊がするっていうね動きはしてましたね。はい。でスターベノム、覇王剣竜の方、これはなんかコピーするんだよ確か効果を、はい、はいはい、フィード上のモンスター の名前と効果をコピーすると、はいはい。でさらにまたアストログラフ回収して、あ、またやんの、おかわりってこと、おかわりくんじゃん、やるな。アストロガーマジシャン特殊召喚していく、 OK、 いいよ。ちなみに大丈夫ですよ皆さん、今何が起こってるか分かんない方、大丈夫です、僕も分かってないんで今何が起こってるか分かってない方、僕も分かってないんで、なんなら、はい、一緒に頑張りましょう。マスターデル、自分が使うデッキ以外は基本的に分かんないので、あんまりそのテーマが多すぎちゃって、これはもう仕方ないと思いますね。さあどうすんだこれ、7シンクロ一応できるの、9シンクロもできるのか、あそこ、あリンク召喚か、はい。あハリファイブクリストロン、ハリファイブ、オッケー。ハリファイブの効果で、レベル3以下の、中段モンスターを手札デッキから特殊召喚をすることができる。エンタメントオットアイズシンクロン、なるほど、お前名前優秀だな。エンタメントでありオットアイズであるシンクロンであるってこれ強すぎだろ、名前名称強すぎ、バロザハワモン強きた。でまたこれコピーすんの、お前名前コピーしすぎだろ。でまたアストログラフ出てくる、これ強っアストログラフ過労してるぞ、アストログラフさん、これ老基法違反では。アストログラフマジシャン、はい、特殊召喚、なるほど、これアストログラフ労働基準法違反してますね完全にね。はい、明らかに出勤しすぎっていう、1日に3回くらい出勤してるけど、うわーめんどくさ。魔法無効です、はい、こいつは魔法無効、一旦に一度フィールドで、発動した魔法カードの効果を無効にしながらその魔法カードを吸収するっていう、効果を持っている最強の先行制圧モンスターなんですが非常に厳しい、ライトニングストームが無駄打ちさせられることになりそうですね。まあしょうがないですよ、はいはい、まあ一旦これライトニングストームから入るしかないんだよな。ライトニングストームってフィールド上にカードが存在しない場合、相手フィールドの攻撃表示モンスターを全部破壊するっていう効果で、これ止めざるを得ない、よしいいだろう、止めざるを得ない。今でもこれで剥がしたな、タイタニックギャラクシーの無効効果は一回剥がした。でだな、とりあえずだな、ファーニマルベアの効果を発動しよう。ファーニマルベアの効果によってファーニマルベアを墓地に送りながらトイポットを1枚、セットするという効果を持っている。そしてだな、まあ、とりあえずファーニマルドッグは召喚しよう。でこれは召喚に成功した場合ファーニマルモンスターを1体、手札に加えるという効果を持っているので、ここでアドバンテージが稼げる最強のモンスターを、まあ、持ってくればいいといったところ。うらら、やるねやるね君、やるね、なかなかやるね君。ただもう融合は止めることはできないだろう、おそらく。こっち開くよりも先に融合だな。俺は手札よりマジックカード融合を発動、融合の効果によりクルエルデストイクルエルホイールを融合召喚していくぜ。エッジインプチェーンと俺フィールドのファーニマルドックで融合召喚、現れろ、現れ、出ちゃえ、デストイクルーエルホイール。クルーエルホイールが融合召喚に成功した場合の効果を、チェーン1で発動、さらにチェーン2の効果により、エッジブチェーンの効果も発動。これはデストイカードを持ってくるという効果、そしてハリファイバー、あー、オッケー、ハリファイバーオッケー。デストイクルーエルホイールの効果はちょっとまだいいか。デストイペア引いたらめんどく、まあ、引いたら別に捨てればいいか、引いたら捨てればいい。で、パリファイバー効果でなんかシンクロチューナーを出せるよという効果。何やるいいのこれ。ワンダーマーチャン、オッケー。ワンダーマーチャン、特殊召喚成功した場合に、
相手の魔法トラップカードを破壊するっていう効果を持ってるんですけど、遅いですね、これは。これはさすがに、これはさすがにデストロイパッチワークでしょうか。パッチワーク組んで、でさらにデストロイクルールホイールの効果で相手のフィールド上のカードを選択して破壊していく。まあ、ちょっととりあえずちょっと後ろ怖いんで後ろ破壊しておきますか。時空のペンデラムグラフ、わかんねえけど破壊した。ちょ、わかんねえ、あのカードはテキスト読む気もないで、トイポット効果で、トイポットがウォッチャー送られたので、なんか最強カード持ってこれるんで、これは召喚権使ってしまったか、召喚権も使ってしまったか。これはイルカで、これ分かったぞ、デストロイリペアを落として分かっちゃったぞ。でワンダーマーチャーの効果は不発で、とりあえずパッチワーク発動していく。パッチワークの効果により、デッキからエッジインプモンスターと融合を持ってくるっていう、1枚が2枚になるカード、最強。これ強欲なツボですから、これ実質やってること強欲なツボなんで最強です。1枚が2枚に爆破だ。ですね、とりあえずデストロイクルエルホイールの効果を発動して打点をアップするという効果で、デストロイカードを1枚墓地に送るっていう効果を持っている。でデストロイリペアは墓地から除外すると、なんとファーニマルモンスター一体を、敵から、あ、敵からじゃない、手札から特殊化するという効果を持っている。これで、ファーニマルまたはエッジインプを持って特殊化できるんで、これでペンギンを出す。でペンギン効果発動、ペンギンの効果により、でトイポットを、セットしながらデッキから墓地になんとファーニマルモンスターを送れる。そしてファーニマルウィングを、の効果を発動し、このカードをゲームから除外し、墓地からファーニマルモンスターを一緒に除外すると、なんと1枚ドローし、さらに、フィールド上のトイポットを墓地に送ることでさらに1枚ドローできる。なんとこれで手札がめちゃくちゃ増えるこれがファーニマル、これがファーニマルのアド稼ぎ能力。ペンギンでいいや、ボケがなめんなよ、マジなめんなよ、マジなめんなよ、マジでマジなめんなし。で一旦融合をして、一旦融合してでだな、だな、まあ、とりあえずシザータイガーだなこれは。でエッジシザーとペンギンと、まあオールディか、オールディ、オールでオッケーで、これで、これも以上はつかない。ディサイ、神秘の渦で一つとなりて新たな力と姿を見せよ、融合召喚、現れてちゃえ、全てを引き裂く密林の魔獣デストロイシザータイガー。そしてデストロイシザータイガーのモンスター効果をチェーン1で発動。さらにああまあ選択するんで、はい、君のそのモンスターには全て消え去ってもらおう、全てを消え去ってもらおう。このモンスターは融合素材にして勝つだけ相手のフィールドのカードを破壊することができる。そしてファーニマルペンギンは融合サイトして僕が墓地を送られた場合2枚ドローし1枚捨てるという効果。なるほど、まあ、とりあえずトイポットを捨てさせてもらうぜ。そしてデストロイシザータイガーの効果により相手のフィールド上のモンスター全て破壊、ワンダーマーチャーの効果でワンドローはいいだろう。そしてトイポットの効果を発動、トイポットの効果によりファーニマルまたはエッジインプモンスター一体を手札に加えることができる。この効果にターン1制限などついていない、ターン1制限がついていないからこのデッキは強いんだよ、知っているか。ファーニマルシープ、ファーニマルシープでいい。これでさらなる融合をお前に見せてやる。何が落ちてんだ、あーこれペンギン落ちたのでけえな、まあ、とりあえずこうしてオロ服を発動して、愚かな服装の効果によってトイポットからの、トイポッティング効果、ターン1制限ついてないと言っただろう。うん、まあこれはファーニマルキャットかなんか持ってきていいんじゃねえか、なんでもいいなこれ、もはやもはやなんでもいい何持ってきたところであいつ死ぬだろこれ多分。あとはカイトロイドとかクリボールをケアすればいいだけだな俺はこのそのカードをケアするのマジで OCG 民意味不明だろ、リンクス民だけだろ。でですね、ファーニマルシープを特殊召喚、融合ねえのか、でももう一体融合出していいの、エッチンプシダーの効果使って、これアナコン出せばいいか、アナコン出せばいいかアナコン出したらいいか。ちょっと待ってね、エッジインプシザー効果でもういらないから、ちょっと一体デストロイパッチワークデキトップ置いてこうするでしょ。でアナコンダ先出しか、先出しアナコンダな。で効果モンスター2体で、効果モンスター2体、エッジインプシザーを残せばいいので、ファーニマルシープとファーニマルドルフィンで融合召喚、あ融合召喚じゃない、リンク召喚、サーキットコンバインベルテアナコンダ。そして手札にマジックカードデストロイフュージョンを発動、デストロイフュージョンの効果により
俺は墓地の、またフィールド上のモンスターを除外することによりデッキからヤバすぎるモンスターを出すことができるぜ。エッジインプチェーンといらねえのどれだろうな。どれもいらねえな。一旦仕事を終えたであろう、ちょっと犬を除外して融合召喚現れてちゃえ。デスオイクルエホイル2体目。そして、ベルテアナコンダの効果ですけど、これも実質ファーニマルモンスターですからね、はい、これも実質ファーニマルモンスター。俺は2000ライフを支払い融合を墓地に送って、そして巣融合巣の融合を墓地に送ってのやばいな。さすがにこれデストイハーケンクラーケンだな。現れ出ちゃえ。銃を奪い闇に引き込む海の悪魔デストイハーケンクラーケン。このモンスターは一度のバトルフェイ中に2回攻撃をすることができる。そしてファーニマルキャットの効果により融合サイトして墓地を送られた場合融合を回収することができるぜ。ちなみにフリーチェーンでデストイクルエルホエールの攻撃力は上げることができる。自分のフィールド上の融合モンスターを選択し、そのモンスターの打点はな、ちょっとこっちでダメしていいですか。自分デストイクルエルホエールの効果を発動、ハーケンクラーケンの打点をアップさせてもらうぜ。うわー4500、2連だ。最強。いやファーニマルの手数えぐない。